しか知らない椎名林檎情報、信じられない範囲の脇汗を。おませちゃんブラザーズ開始です。いろんなアーティストとかね、人物のオタクたちが集まって熱く語る回なんですけれども、はい、今日は何の回でございましょうか。椎名林檎の回です。ついに来てしまったか。おーい、椎名林檎あるある。これはあるあるだからね。これは俺らも共感しないとおかしいな話だから、あるあるですから。こっからは椎名林檎のオタクだからこそ感じる椎名林檎にまつわるあるある、うん、まあじゃあ僕から最初いきますよ。椎名林檎あるある一つ目、はいはいはい、オタクが病的になりがち。ああ、でも分かるかも、ちょっと、うん、はい、やっと分かるかも、うん、信者になってしまいますよね、どうしても。なんか中途半端なファンいないよな。ほんまにそうですけどね、崇拝しております。にわかがあんまいない。そうだね、そうっていうのがありまして、カリスマ性が本当すごいので、もうどんどん沼っていくんですよ、りんごさんって。で、僕も高校生の時にまあめちゃめちゃハマっちゃって、家族の病気だと思われてたらしいの。そう、もう新婦とか出たら誰にも邪魔されずに聞きたいわけ。だからもう部屋にバーンと閉めて、鍵も閉めて、絶対に誰も話しかけない。うわ、悲しい息子がそうなったら。で、その新婦のタイミングだけ。いやいや、怖い怖い怖い。もう大音量で絶対に邪魔されたくないのよ。その4分間5分間わかんないけど、ご飯できたよとか言われたら、もう1回目が台無しじゃない。だからもう絶対ねって言って聞いたり、もう何十時間もリンゴさんのライブとか見てたら、本当に病気になったんだと思われて、そう、ブチ切られたことある。いや、もう病気がーって。病気がーって。そう、病気エクスタシーがーって。病気エクスタシーってライブっぽいだ。すごい、そう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 、シーナリングのコピーバンドのイベントの名前がね、っていうぐらい病的になってるんですよ。ドロンコヘアシもだいぶやばい。なんか終電から朝まで一人でシーナリングを歌い続けるらしいよ。ええ、気持ち悪い。気持ち悪いよな。気持ち悪い。最高だよ。ライブ帰りとかはとりあえずセトリ通りに歌って、わー、なるほどな。これ今のリンゴさんの声で歌っといて、次にちょっと CD バージョンでもう一周しよう。知らん知らん知らん。ライブと CD 違います。ライブバージョンとね、一人遊びしてんな。 CD バージョンで根本なりたいんですよね、椎名リンゴさん。なるほど。だからもうメイクとかも、それはでも分かるな。男の椎名リンゴオタクにありがちなことなんですけど、なりたいってなれない。めっちゃ分かる。なんで分かってるの？それは分かる。それは分かる。俺もアイドルになりたい。なんでね。そう、だからバンドとかやつコピーしたくてもできないみたいなのがあるところをもう超越してるっていう。確かにね。そう、男リンゴファンの結構憧れというか。確かに、本当にその一線を超えたよね。そうそう、ありがとうって感じなんですよね。なれへんからこそ追い続けるというか。そんなドローンコシクラ、椎名リンゴあるあるお願い。椎名リンゴさんの呼び方が迷子になりがちです。あーる。椎名リンゴさんって呼んでるよ。めっちゃある。これはベタにリンゴさんって言ったりもするんですけど、それこそ僕生まれが大阪なんで、リンゴさんとか言っちゃうとハイヒールみたいな。ああ、確かにノリもありそう。で、椎名リンゴさんはちょっと長い。長いな。で、リンゴ城、リンゴ城ね。リンゴ城あるね。リンゴ城いいそう。リンゴ城めっちゃ聞いたことある気がする。リンゴ城は僕の高校時代はリンゴ城でした。あ、リンゴ城。その時もリンゴ城の新譜聞いた。わ、若い時言いがちだと思う。超いいそうだね。なんかちょっとあれっていう頃、恥ずかしくなる。リンゴ城ってちょっと痛いんじゃないか。リンゴ城からリンゴちゃん、これ結構多いかもしれないです。逆にリンゴちゃんなんだ。リンゴちゃん、年配の人にも多いかな。聞いたことなかったね。リンゴちゃんもそれこそ芸人さん出てきちゃったり、出てきちゃいましたね。で、なれなれしいじゃない数でもいるって、オタクの中。だから最近僕はユミコって呼んでました。あ、出た、本名の。あえてユミコいいね。ユミコいいね。ユミコって名前なのいいね。ユミコさんだ。ユミコだ。それもいいです。いいよね。シーナユミコさん。ああ、そうなんだ。そうなんです。ええ。じゃあ今回のことエリカって呼ぶかって話だから。でもなんでそこで出してくる。なんか就職されてくるんだよ、芸人とかさ。え、お二人なんて言うんですか。俺はリンゴさんだな。ああ、結局リンゴさん。最終的にはリンゴさんだな。私もリンゴさん。ああ、結局ね。あれもない、リンゴ女子。リンゴ女子ありますね。あります。わからん。リンゴ女子だ。
なんかテキストでは結構なんかスタッフの人とかリンゴ女子って言ってたりするのかな。あそうですね、確かね、そう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 、金鋭とかあります。あそう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 、それのせいでリンゴ女子って呼びたいみたいな時期があんのよ、新年に。分からん分からんなあはいはいはい、っていうのがありつつまだまだあるよ。まだまだあるから、OTK がハイライト吸いがち。 OTK だなおちんこ、なんだろマジでこいつ。そうでしょ、帰ってくれよ。そうじゃん、邪魔だわ本当ね。そうだよね、ライブとか行くと、はい、結構喫煙所他のアーティストより混んでる印象がありまして、あ、ね、でやっぱハイライト吸ってる人が多いのか、黙々なんですね。なるほどね、そうなんか、うん、まあ、本人が吸ってる、うん、本人もハイライトなんですね。そうなんだ、そう憧れちゃうよね。憧れちゃう、そう僕も吸いました、ちょっと一回ね、ゲホゲホってなって。本当そうだよな、キッチンだあれ、きついですね。セブンスターも吸いました。セブンスターも吸いました。セブンスター気がちゃうじゃん。あ、分かる。なんでそんな重いタバコばっかなんだろうな。かっこいいからだよ。付き合いにしても出てこない。出てきてほしいかな。うん、あ、出てこない、出てこないです。でも最近はどうなんですかね、やっぱお子さん生まれてちょっと。確かに本人は吸ってないのか。本人どうなんですかね。どうなんでしょう。けど一回2015年の長く短い祭りの M ステ出た時に、うん、化粧品バーってある中に灰皿はありました。わ、うん、ーすごい、さすが、すごい、さすが、段階では座る、さすが、さすが。しかも紙タバコです。あーよかった、紙タバコよかったわ。銘柄まではごめんなさい。あー、それはちゃんと調べるように調べるハイライトっていうのはやっぱ憧れるんですね。はい、なんとなくでもそのイメージは確かにあるんですよ。それは確かにあるある、あるあるでした。いいあるあるでした、今のは。いいあるある、今のいいあるあるだったな。もう一個あります。もういいよ、どうぞ。何何、やっぱあの性的な部分が多いと思うんですけど。ああ確かに、まあ、シーナリンゴスペースエロで検索すると、うん、先行エクスタシーの時のここにアバズレって書いて、うん、バニーちゃんの服着たシーナリンゴ出てきがち。あるんだよマジで。こうなってるやつ、こうこうなってるやつだね。こうなってるやつめっちゃ出てくるね、画像で。シーナリンゴはもうとりあえずみんなエロって検索するんだよ。でもさ、男はわかるけどさ、うん、女性もそういう風に調べるもの。やっぱり同じ女性として憧れの対象で、あーなりたいという。なるほどね。同性すら誘惑してしまうシーナリンゴのエロスって言われる。すごいね。シーナリンゴの脇痩せがすごい好き。あー、これも気になったことがあるわ。いや、なんかわざわざなんか置き合わせが目立つ服着て背上にやってやってんな、見せてんな。あ、そうなんだ。これ百鬼夜行の時の長く短い祭りなんですけど、信じられない範囲の脇汗をすごいからね、あれ。それすらもやっぱ確かにね、なんかねセクシーだったね。わかる、めっちゃわかる、それはわかるわ。あとロッキンの時もすくみずみたいなの着て着てる参戦したんですけど、なんか見たことあるかも。それもそのお腹まで脇汗いってて、シーナリンゴの汗すごいのよ。もう群青日和の汗ってのも定番ですけど、好きだな本当に。いや、その群青日和の汗好きに、そう、耳寄り情報なんですけど、あれのカップリング曲の「そんな不自然に好き」って曲、それの PV のメイキングがあるんですけど、あの格好のまま遊び回ってるリンゴさん見れます。ありがとうございます。ごちそうさま。見れます。ちょっと見たいから。あのまま、そう、汗のままピアノ弾いたりとか、なんかこうちょっとカメラ誠司と遊んでたりとか、ライダーポーズみたいにしてたりとかいう、ちょっと和気あいあいとしてる可愛いリンゴさんが見れます。とかね、初行くステータスの時のパツパツの T シャツとかね、いいですね。いいんだよね。そう、私はね、ミュージカルやってる時に、ね、私のいいね、お墓のすげえ。めちゃくちゃすごいな。どうしたお前、こんな感じなんですか。おませちゃんって、おませファン的にどう。おませちゃん好きなんですよ。帰っていいですか。帰るレベル、視聴者帰るレベルなんですけど、何の話だったっけ。シーナリンゴエロいって話ですよ。そうなんです、エロいんです。号泣しちゃったもん。号泣しちゃったよ。心配すぎるわ。マジで。自分でめっちゃつまんないこと言って号泣してる。矢崎が泣く回になると思う。涙拭いてもらって次いきますよ。それでは次のコーナー行きたいと思います。はい、俺たちしか知らないシーナリンゴ情報。
結構すでにあったけどな。あれはもうほぼそうだったよ。いやこれはでも言うたら、うん、なんか映像作品とかネットとか見ればわかります。あ、なるほどね。撮ってれば分かります。もう僕らしか知らない、どこにも載ってないシーナリンゴ情報をね、あ、いいね、お届けしますよ。あ、それでは鎖しいたけ氏から俺しか知らないシーナリンゴ情報お願いします。はい、シーナリンゴと飲みに行けそうになったことがある。マジかよ。俺じゃ知らないけど一人で飲んでたんですけど、はいはいはい、カウンター席で、うん、はい、で、まあ、隣に座ってたおばちゃんと仲良くなって、うんうん、でシーナリンゴ好きなんですよねって言ったら、あ、私友達だよって言って、そのまま電話かけてくれて、まあ、出なくって、あら、でメール送ってくれたんですけど、まあ、飲まないファンがどこがいるって言って全然返事来なくって、はい、多分23時ぐらいだったんですけど、はい、まあそのまま普通に夜が更けていって、うん、朝4時ぐらいに仕事が忙しくて行けませんって返事が来たんですけど、まあ、4時に返事来るのリンゴっぽいなっていうのに思ったりとか、と忙しすぎだろ、ね、仕事忙しすぎだろっていう、確かに、確かに私しか知らないだろ、知らない、ないないこれ盛り上がるやつじゃないの、羨ましい飲みに行けてないから結局、いやいやいや、行けてないからずるすぎる、もうそれはちょっと、あー、もうやばいかも全然、あるあるでしょ、本当にやばいかも、これは本当に嫉妬するわ許せないの全然、まだまだ遠いよ。いやいやいや、だって、認識したんでしょ。はい、ファンがいるっていう、そう、待ってる人がいる、その人のところに行くかもしれないってシーナリンゴの意識の中で、ああ意識知らない、何や今の、考えたってだけでもう羨ましすぎるよ。言っといたよか、マジですっごいね。でもこういう感じだったかもよ、もしかしたらその人、確かにそうかもしれない。いや、見せてもらった。ああ、すごい、いや、すごい、証拠写真よ、あの証拠、その写真もいい、その写真どこにも出てないでしょ。オフのシーナリンゴを見れちゃいました。ちょっと どんな感じだったか言葉でちょっと教えてほしいの。まあ、シーナリンゴさん、うん、お子さん、ああ、で、その方、うーわー、うん、やば、本物だって思って、やば、テンション下がっちゃった羨ましすぎて。そう、シーナリンゴオタクって、はい、他の人がシーナリンゴと接点持つと本当に嫌なのよ。これはね、言えないですけどちょっと嫌ですね。すごい嫌だよね。そうそうそう、なんでなんで、独占欲あっちゃう、独占欲、私だけのじゃなかったの、そう、自分だけのもので、うん、俺初めてライブ行った時、うん、吐きそうになったもん。こんなに、そう、俺だけのためじゃなくみんなにライブしちゃってると、そう、俺だけのために歌ってくれたんじゃよねってなるわけないじゃん。だから羨ましいですそんなわけないじゃん、本当に。行きましょうか、次、ドロム部屋氏の俺だけが知ってるシーナリング情報お願いします。旦那様とお話ししたことが、小玉雄一さん、ミュージックビデオ監督を沖の方からされてる方で、はいはいはい、最近近年リンゴさんのツアーに行くと旦那さんがグッズを出されてるんですね今。やっぱりあのビジュアル面でお仕事されてるんで、はいはい、T シャツとか出されてて、これも旦那さんのグッズの T シャツなんですけど、それであのたまたまお話しする機会が、おお、すごい、なんか直売店みたいな感じで売ってるんですよ、この旦那さん。あ、旦那さんは手売り、手売りみたいな感じで、でちょっとここはもっと一緒に一度かなと思って、はい、あのすいません、奥さんのモノマネさせていただいてます、ドロンコ平野ですっていう風にご挨拶させていただいた時に、見たことあるかも、おお、すごい、認知されてるかもしれない、リップサービスかもしれないんですけど、もしかしたら私の存在をリンゴさんが目に通してくださってる可能性があるのかなっていうのが去年のツアーでの、おお、すごい、おすごいね。まあでも人生かけてね、そうやってやってきたんだから、そんぐらいね、あっていいんじゃない。見てるよ絶対リンゴさん。そうだよ、あ、見てる、すごいね、業界人マウントですか業界の話されたら触ったもんじゃねえよマジでしかよ。いや、それはそうでしょ、それはそうよ、大きいよそれ、すごいすごい。俺は触ったことないね、実はオラついてるあ、実はオラついてんだ、終わりだよ。まあなんかでも博多のヤンキーみたいなね、なんかね、あ、そうだ、博多のヤンキーなんだっけ、なんだっけ、いいよマジで、2人ヤンキーじゃないか、会ったとかさ、挨拶したとかさ、恥ずかしいよ。いや、まあなんかちょっとヤンキー感出す時があるよっていうの、これあんまり知らないんじゃないかなっていう、うん、歴史の池ちゃんと対談してるやつとかあるんだけど、はいはいはい、なんか結構年下だよなみたいな感じの、おー、かわいいじゃん、そう、結構上から目線のもの言っていいってなる時があります。いいよ俺のは確かに、確かに、本当わかりますよ。俺しか知らないシーナリンゴ情報でした。みんな知ってそう、ファンなら
ませちゃんブラザーズ。それでは最後のコーナー行きたいと思います。ここがすごいよ深夜リンゴ。まあまあまあ本当天才であることは間違いないんですけれども、やっぱり深夜リンゴオタクの我々がですね、だからこそ感じる本当にリンゴさんのここがすごいよっていう、なるほどね、ところを発表していきたいと思います。歌うまいよね。確かに雰囲気ある。あ、雰囲気ある。あ、危ない危ない、そんなんじゃ出ない。絶対被らないから。そういうことじゃないの。じゃあドローンコシからいきましょうか。はい、いいですか。お願いします。ここがすごい深夜リンゴ、どうぞ。はい、我々の椎名林檎像を崩さないところ。あー、それ大事。これが一番、これ大事、本当に。どういうこと？これはね、椎名林檎さんってやっぱり各々ファンが抱くイメージというか、はいはいはい、林檎さんこうであってほしいという部分を、林檎さんはこの25年間一回も崩したことない。いやー、めっちゃわかる。ただこれ何がすごいって、初期と同じことをずっとやってて、ずっと同じキャラで崩してませんじゃなくて、お子様も生まれて、でも声も結構変わってるんですよ、初期と後期。そうなんだ。で曲の雰囲気も結構変わってるんですけど、ただ一個のその椎名林檎っていうシーンだけは絶対に崩さない。ああ、わかる。そうだね。そこが一番の魅力ですし、これからもついていきますっていう一番の部分はここなのかもしれない。ああ、本当にそうだね。なんか裏切り続けてくれてるわけじゃん。そうなんですよ。そう、なのにその像がブレないって、どうやってんのっていう、決してマンネリしないっていうかさ。そうなんです。ある種いい意味でお化けとか妖怪とか。確かに、そうだね。ここまで来るとね、人間からちょっと逸脱してますね。確かに、荒木宏彦と椎名林檎は、そうだね、いい勝負だね。吹けない勝負だな、本当に。じゃあ寂しい時に行きましょう。ここがすごいよ椎名林檎。それでいて、母であるということ、これですね。確かにな、本当にすごいなって。同じ女性として子供を3人育てて、3人いるんだ。いる。そしてあのプロポーションだったり、確かに発言だったり、確かに楽曲制作がもう素晴らしいなって思って。まあ林檎飯限定で日々の声っていう、林檎飯ね、ファンクラブのブログというか僕も見えるんですよ、日々の声っていうんですよ、ね、日々の声。それでちょっと今はいろいろあって全削除されてしまったんですけど、昔その生活のリアルが結構見れるような更新をされていて、育児中とかみたいな、あと献立とか。あ、へえ、最高でしたね、コロナ禍。素晴らしい、最高だったんですけど、お身をつけて全部レシピを書いてくれてたんで、ちょっと参考にしたいのでぜひ復元してほしいな。願望です。はい、食べたい。食べたい。りんごさんの身をつけ食べたい。なんか疲れてきてる。何が疲れてきてる。疲れてきてる。行きましょう、本当に。じゃあ行きます。ちょっとそれと近いんですけど、ここがすごい椎名林檎。恥の感性ですね。恥の感性。これはね、りんごさんってもうね、心のひだがすごく多い人で、いろんな感性が鋭くて素晴らしいんですけれども、特に恥ずかしいと思うことに関して超プロです。恥ずかしがり屋さん、恥ずかしがり屋さんって言ったらそうなんだけど、例えばね、例えば俺一回日々の声だったかな、写真に撮られることって恥ずかしいですよねっていうことをりんごさんが言ってて、確かに恥ずかしいじゃん。そのね、メカニズムを説明して、人って普通動いてるじゃないですか。写真撮られる時、はいチーズって言われた時だけピタッと止まんなきゃいけないじゃないですか。あれって演技してますよね。その演技してるとこを人に見られるってすごく恥ずかしくないですか。だから写真を撮られることってすごい恥ずかしいですよねみたいな、なるほどね、と言ってて、恥の感性、ロムのタイトル、恥の感性って思って、本当にそれだなって思うことはたくさんあるの、恥ずかしいことに関して。だから僕はりんごさんの文章を読んだりと感性の上について恥ずかしいと思うことがすごく増えました。ああ、確かに恥ずかしがり屋さんだよね。そうだって、これやんの、まあダサいなって思うことでしょ。シャカマ、シャカマ、シャに構えるっていうことでもあるんだけど、これやんのダセーな、これを人に晒すのってすごく恥ずかしいことだなみたいなのをめっちゃ影響を受けました。これはね、りんごさんファン全員そうだと思う。じゃない、なんかこれちょっとダサいとか、りんごファンはすごく繊細で恥ずかしいと思うことが多いんじゃないかなと思います。っていうのは、その教祖様の影響です。なるほどな。はい、って感じですかね。なんかもうこれでこそ信者っていう感じだったね。ああ、そうですか。結構純度高かったこのさ。もともと分かんなかった。もともと喋ってないこと一回ですよね。ね、なんかね、言い足りなそうな感じしてる。二人すごいよ。今までで一番共感が少ない回だって。まあ本当に。
見てくれてる人はうんうん首も取れるぐらい多分言ってくれてると思うんですよ。というわけで椎名林檎さんハマってみてください、うん、沼は深いぞ。今回はジュリー&マリーの回です。よっしゃユディ&マリーと同じ4人編成のトリプルハヤというバンドでベースを弾いてる山本と申します。山本さんだ。山本さん再結成してほしいバンドランキングみたいなので、はいはいはい、めちゃくちゃ1位になってるからジュディ・マリーは。ああそういうランキングで大体1位ですね、うん、